どうも、どうも、こんにちは、こたたです。懐かしのゲームボーイソフト、ミニ 4GB、その3です。今回は、初の公式レース、早速やっていきましょう。ではでは、レッツゴー。公式大会、熱闘、オータムカップ。ジェットカップを優勝したら、バス停より、東京へ向かいましょう。東京には、ショップや施設など、いろいろありますが、現時点では利用できない場所が多いです。ブックマーク目的で行くのもありですが、鳥までパートに行って、パーツ補充です。オータムカップを勝ち抜くために、パーツ購入&セッティングしてきます。お、一般レーサーどももおるな、わら。よしよし、鳥間買い物や、おっちゃん、安くしてやー。準備が終わったので、このでかい建物、ミニ四駆タワーに行きます。ミニ四駆でタワー立つとか、タミヤさん、儲けてますな、わら。公式大会では予選があります。決められたコースで基準タイムをクリアしたら、予選通過となります。ちゃんと最新のパーツでセッティングすれば、よほど縛りプレイしてない限り通過できるでしょう。はい、余裕で予選通過です。とりあえず、参加者の皆様とお話タイムです。お、また黒沢軍団や。AC ってなんやねん、わら。お、平均値さん、オスオス。なんやて？レツくんとゴーくん、ついに本編主人公の登場です。どうやら練習中にマシンを壊され、今回は不参加のようですね。おお、カイ君に壊されたのか、わら。出た、お猿。ごほんごほん、トウキチ君や、オスオス。やっとオータムカップがスタートするようです。公式大会は、大人数とレースですが、途中で買い物やセーブに行けません。また負けたら最初からになります。パーツやモーターの予備は十分に用意しましょう。オータムカップの初戦は、黒沢軍団のハチマキ野郎、ティモタ戦です。オフロードコース時は、ピットインして、ラリータイヤに交換します。両方に対応した、ゴムタイヤでもいいと思いますが、スポンジとラリーを使い分けた方が速く走れます、多分。
よしよし、勝てました。次は黒沢軍団のグラサン野郎、マサセンです。まあこいつも遅いので、あっさり倒しちゃいましょう。ほい、また勝ちました。次は、噂の走る平均値こと、誠戦です。誠くんから走るコースが3つになります。パーツの消耗やタイヤ交換に注意、まあまだ負ける相手ではないでしょう、わら。はい、誠くんにも勝利です。あとは、黒沢くんと藤吉くんだけです。念のためパーツ交換しておきましょう。3コースの間がオフロードって、めんどいっすね。2回ピットインしないとですし、わら。はい、ジャック黒沢戦です。だから AC って、なんやねん、わら。
てか、こんな短時間でタイヤ交換できるって、主人公くんすごいな、わら。よしよし、黒沢くんにも勝利です。最後は藤吉くんです。原作やアニメと同じく、コーナーがめっちゃ早いので注意です。コーナリングコースが多く、相手が猿くんなので、タイヤサイズも S にしておきます。やはりオーバルコースだと遅い、ここでできるだけ差をつけておきましょう。はい、藤吉くんにも勝利、オータムカップ優勝です。コースもボックスももらえました。パーツ収納数が増え便利です。シルバーパーツは、ID によってもらえるものが変わるようです。交換を駆使し、全種集めたら、全種とゴールドパーツの1個を交換できます。ゴールドパーツを集めるの難しすぎるやろ、わらわら。あ、博士すんません、博士の話ちゃんと聞きましょう、わらわら。
このゲームには、パーツごとにレベルがあり、博士の指定したレベル以上の使うなや、ってことみたいです、わら。交換で強いパーツ持ってきて無双しないよう、ゲームバランス考えたことなんでしょうね、わら。ここでやっとパーツ交換ができるようになります。後半で手に入るパーツで、ある特定の組み合わせで交換すると、強力な変化パーツを作れます。まあぼっちには厳しいシステム、あ、誰がぼっちやねん、わら。とりあえず、パーツ強化もできるようになるので、鉄心先生のとこに行きましょう。じいさん、ボケとる、わら。おお、どうやら鉄心先生とレースできるようです。まあ最初から強化してくれや、って感じですが、鉄心先生と勝負できるから、よしとしましょう。オータムカップで使用したマシンでも、十分勝つことができますが、結構曲線が早いので、油断せずに行きましょう。鉄心先生相変わらずやな、わらわら。よしよし、念のためセーブもしたし、鉄心先生戦です。使用マシンがトライダガーだけに、やはり曲線が速いっすね、か、勝てるかな、わら。あ、危な、ギリギリでしたが、なんとか勝てました、わら。これでパーツ強化ができるようになります。レースで勝てない時に試してみましょう。少し長くなりましたが、いかがだったでしょうか？公式大会、本編主人公の登場、どんどん盛り上がってきましたね。次回はついに、烈夜号の住む、風林町に乗り込みます。そのうち、高場兄弟や大神軍団も登場しますし、次回以降も楽しみにしていてください。では本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ほなほな、次回も見てくれよな、レッツエンドゴー。